はい、皆さんこんにちは、きょうたまランチ園です。さあ、いつも私のチャンネルをご覧くださってありがとうございます。そして初見の皆さんはじめまして、私はですね、京都を誇るこちらで金魚鑑賞店&ミニカープショップをやっております、京都の金魚彦店長と申します。よろしくお願いいたします。さあ、いよいよですね、まあ、彦店長金魚屋さん日記2024年もシーズン開幕ということでですね、皆様の意見も搭載たちでね、楽しく賑わっておりますでしょうか。さて、今回の動画はですね、まあ、彦店長金魚屋さん日記第1発目、まあ、初っ端ということでですね、まあ、あの3月の中頃からですね、まあ、シーズンインしまして、まあ、約半月ぐらいね、あのこういろんなことがいろいろありまして、まあ、店長が右行ったり左行ったりバタバタしてる様子とかね、そういうのをですね、まあ、軽くこうダイジェスト風にして、今日はお伝えしていこうと思っております。それではね、張り切って動画作りましたのでご覧ください。はい、本日3月12日火曜日ということでですね、はい、皆さんこの音が聞こえてますでしょうか。ざーっとね、雨が降っております。恵みの雨でございます。大潮で雨が降る、それは何が起こるか、そう、悲惨なんだーということでですね、店長ね、あのちょっと小声でひそひそと言ってます。あのでかい声出すとね、魚がもうあのびっくりしますんでね、今この音こそこそと物を言っておりますけども、はい、今日がですね、まあ、店長ちょっとね、魚を起こしてからの、予定しておりました日でしてね、はい、でもう来ましたね、やっぱり、今日はやっぱこのあの昨日の、夜中くらいかな、なんか12時過ぎたくらいからね、こうちょっとこう、なんていうんですか、つい昨日かね、おとといなんで冷たい風だったんですけど、ちょっとこう、もわっとした感じのね、あの風がふっと吹いてきましてね、こうして、ほんで、もう、あ、来るなと思ってね、店長、こうやってスタンバイしております。まあこう、まあまあ、いろんな話ありますけどね、もうゆっくりしとったらね、取り損ねたらもったいないですね、かなので、ちょっとね、店長、今から、魚の方ですね、あ、魚の方じゃない、店長、焦っております、いろんな話はありますけども、後でね、またあの動画撮りますので、とりあえず卵の方撮っていきたいと思います。それでは、その前にちょっとね、魚の方覗いていきましょう。はい、こちらの方ですね、漁槽ね、金卵の周りに、こうやってね、わーっと来ております。こんな感じですね。おーてるおーてる。来てますね、来てますね。あっちょもとか、ピシッと。それではね、ちょっと店長ね、卵の方ね、取っていきたいと思います。店長、初めてリンゲル液を使って卵を取りました。採卵の工程がいまいちわからず、そして、初チャレンジともあって、なかなかスムーズにできず、卵が無事に受精できているのか心配でした。数日後、目や背骨など、確認でき一安心。その後、無事に孵化しました。まだまだ練習が必要ですね。次の大潮の産卵はもっとスムーズにいけるように頑張ります。いよいよ、狙っていた、3月。後半の大潮を翌日に控えて準備をする店長、魚の体調も絶好調、オスもメスも準備バッチリ、あとは本番当日を待つだけ、果たして結果はいかに。よっしゃー、来たー。さて、リンゲル液での人工授精のスタンバイを急ぎます。長年やってきた100均洗面器打法とは違い、工程が多い今回の人工授精。作業工程をしっかり考え、落ち着いて取り掛かりたいと思います。前回よりも成績を上げたいところです。と言いつつも、内心めっちゃ緊張している店長です。さあ、それでは行くぞ。魚を落とさないように、優しくタオルで包み、ティッシュで軽く、お尻の周りの水分を拭き取ります。ラップを引いた器に、リンゲル液を入れてあります。お酢をバッチリ、準備万端。狙った日に、お酢をきちんと起こせてよかったです。ありがとう、お疲れ様。それでは、メスちゃんの出番です。
卵の状態もいい感じです。キスに巻いているとこが画面端で映ってなかった。めちゃくちゃ真剣な店長ですね。笑い。こんな感じで採卵完了。あとは日光が当たらないように遮光します。無事に元気な東西が帰りますように。そして卵中たちもお疲れ様。これどうですか。これ皆さんこれよう見ていただけた、こう卵のほらその真ん中というか中ちょっと黒いなって見えますか。ほら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 、わー、こっち向いてますね。目と目が合っております。こう真ん中こうおー、目目ができております。卵中の可愛らしい目がずわーっと。まあ巻き方店長まだまだね、ちょっと下手っぴで、ちょっとね、うまい感じに綺麗にばらまけて、もうもらむらむらなんですけど、はい、まあそれは置いといてですね、わあ良かったなと安心しております。で、それがこういう感じで、まあ2枚取れておりましてね、まあメスちゃんもね、オスも頑張ってくれてっていう感じで、はい、良かったです、良かったです。ね、あ、ちょっと店長ね、まだまだこう、いつもね、洗面器でね、やってたもんですから、ちょっと慣れてないね、このリンゲル使って色水巻くっていうのがね、まだまだちょっと下手ぴなもんでしてね、巻いたらこうやってイケルの絵にくっついたりとかでしてね、はい、こっちの方にもちょっとこぼれたりしてる子もおるんですけども、その子たちも、はい、目がついておりますね。いやー、はい、激しくね店長的を外しておりますね。はい、まあまあ良かった。とにかくね、目ついてっていうのでね、まあこの池ごとね、まあちょっと卵ちゃん返そうと思っております。はい、まあそんなとこかな。またね、明日はまたよりこう一層ね、卵の中で、成長して、もっとはっきりとね、見えてくると思います。はい、昨日に続きまして、店長ね、ちょっとこう色素で巻いてって言ってね、言ってた子たち、どうなったかと言いますと、でんでけでーん、はい、ちょっとねポロポロとほら帰っておりますな感じで、はい、ちょっとね、敷地から外れた子もちょっとポロポロとね、帰ってきております。はい、ケコちゃんが誕生しております。こんな感じでーすね。昨日よりはやっぱもういよいよ生まれるという頃合いなんでね、卵の中におる子もね、グログロとしております。はい、こんな感じです。もう動いてる。アクシーとこんな感じです。まっすぐピーンと来ておりますね。いい感じじゃないでしょうか。はい、まあ、またね、明日になるともっともっと変えてると思うのでね、もう今日はこの具合にしといて、水とか触らんとね、そっとして、温度が下がらないようにだけ、しっかりね注意して、ちょっと見ようかなと思います。はい、昨日からね、ポロポロと卵から帰っていた、卵ちゃんたちはどんなになったかと言いますと、こんな感じだー。はーい。こう、見てください。もう池にめちゃくちゃいっぱい。うわー、よーけ帰りましたね。ちょっとね、かかりが心配だったところもあったんですけどね。まあまあ、こんな感じで、ね、ケゴちゃん誕生しました。ひょー。これはね、もうちょっと本当に、ちょっとしたらね、なんて言ったらいいですかね、池をね、割ってあげてって、今でもちょっと窮屈そうなんでね、魚シュリンプ食べて立ち上がってってしたらね、池こっちとこっちとね、半分割ってあげようかなとも早速考えております。はーい、これはこれはもうこれから楽しみですね。ジカさん、ランチュー、強行味爆誕でございます。
はい、またね、この子たちどうなっていくかね、これからも追いかけていきたいと思います。この後も卵が取れたり、当歳たちも順調に育ち、京都丹波蘭中園も春の賑わいを見せ始めました。増えてきた当歳たちを第二養魚場へお引っ越しさせ、そちらでも育成を進めております。そして謎の卵ちゃんも着弾、また詳しくは次回の動画でご紹介します。さて、今年はリンゲル液を使って人工授精をさせましたが、洗面器打法、当店お得意の100均洗面器打法もやっております。どちらの採卵方法も無事に当歳を取ることができました。はい、皆さんいかがだったでしょうかね。キングさん人気第1話ね、春の復習号ということでね、いろいろご覧いただきました。いやーもう本当にね、まあ、今年もですよ、卵無事取れるかなー思ってね、もう3月起こしてからもうどうやろ思うとって、まあ、無事取れまして、ほんでその取れた子たちもですね、もう店長がこれで取りたいっていうね、ど本命で取れたりとか、また名門名血統の卵ちゃんが届いたりですね、本当にいろんなねことが起きた半日間でございました。まあね、私にしては、まあ、上々なスタートが切れたんじゃないかなと思っております。そしてですね、連続記録の日記はですね、4月1日の月曜日から店長毎日撮っておりましてね、次回の彦店長金魚屋さん日記から放送開始したいと思います。今年の彦店長金魚屋さん日記の内容なんですけども、まあいつもね、あの毎年恒例でね、まあ、同じような話もあるんですけども、ランチを中心に、クワガタね、カブトムシの様子とか、あとはねバイクに乗ったり、もう釣りに行ったりとかですね、こうやっぱ店長の鉄道模型ご紹介とかね、あとはもうやっぱりね、こう池とかなんと工作したりやとか、あとは言うとったねプラモ制作企画などなど、いろんなことをですね、やっていこうと思っております。阪神ファンの皆様お待たせしました。皆さん一生懸命応援しましてね、アルパ行きましょう。今シーズンもよろしくお願いいたします。さてさて、今シーズンはどうなるか、私もめちゃくちゃ楽しみにしております。一生懸命頑張りますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それではこの動画が良かったらグッドボタン、まあ、チャンネル登録されていない方はチャンネル登録していくとめっちゃ嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバーイ。キクヤさんに一回のみだー。オーラー。どんどんパッパフー。頑張ります。